リケーブルとは、オーディオ機器のうち、ヘッドホン・イヤホンにおいて、音質改善効果を狙って、元からついているケーブルを取り外して、別のケーブルに取り替えることを言う。なお、据え置きオーディオ機器の場合は、スピーカーケーブルやラインケーブルは、最初から普通に取り替えでき、リケーブルという呼び方はされない。他のオーディオ機器と同様、信号線をグレードアップすることにより、 音質改善、向上を狙ったものである。通常のヘッドホンイヤホンケーブルは、大抵の場合4ノルマル相当の無酸素銅が用いられるが、リケーブル用途としては、LC-OFC、PC-OCC、PC OFC でも 6N7N8 ノルマル相当のものが用いられたり、銀メッキ線、さらには、純銀線や金線が用いられた製品も存在する。なお、 イヤホンヘッドフォン側のコネクターや機器側のコネクターは様々なタイプがあり、主なブランドのケーブルは同じ選手の製品でもコネクター別に複数用意される。従来のヘッドフォンイヤホンは本体ハウジングとケーブルは直付けされているものがほとんどで、音質改善を目的としてケーブルを取り替えすることは想定されていなかった。しかし、2000年代後半以降の実売数万円を 超えるような高価格、ヘッドフォンイヤホンが多く出回るようになり、さらにケーブルを取り外すことのできる、ヘッドフォンイヤホンの種類が多くなってきたことで、2011年頃から、リケーブルの単語及び概念が認識されるようになってきた。アルティメットイヤーズのスーパー .fi5 Pro や10、Pro などは2006年の発売当初から、ケーブルの取り外しができるようになっていた。 これらは純正ケーブルを別のものに交換することによって飛躍的に音質向上を図ることができるため当初は DIY でケーブルの自作を行うものが現れた当初はハウジング側の接続端子は自作補修用に使える規格のものは出回っていなかったため電子部品工作用のコンタクトピン等で代用された後に塗るオーディオなどガレージメーカーからリケーブル製品管製品や 接続端子部品が市場に出回るようになった。2010年代以前からカスタム M は当初から複数のメーカーで共通の2ピンタイプのコネクターがデファクトスタンダードとなっていた。ウェストン、アルティメットイヤーズなど M を製造するメーカーがユニバーサル製品でも2ピンタイプのコネクターでケーブル接続できる製品を投入してきた。2011年にシュアが本来は オーディオ用規格ではない MMCX 端子をハウジングケーブル間のコネクターとして採用した製品を投入した。それを機に他のイヤホンメーカーからも MMCX 端子によるリケーブル対応製品が多く投入されるようになった。しばらくするとサードパーティーからリケーブル製品が数多く発売されるようになり2015年以降 様々なメーカーブランドの製品が出回っている。ヘッドフォンイヤホンを接続する機器側は通常は3極 TRS コネクタを用いられているが一部機器で回路のグラウンドが左右分離されたものは XLR コネクタや4極 TRRS コネクタなどが用いられておりリケーブルすることによってそれぞれのコネクタに対応した機器に接続できるようになるメリットがある。 バランス接続体を製品にリケーブルするメリットとしてはグラウンドを左右分離することによりチャンネルセパレーションが向上し音情感の表現が向上することにある2016年時点などありがとうございます。